さあ本日も始まりました機械の物質ということでね、本日も張り切ってやってまいりましょう。今日は性欲の強そうなプロ野球選手というのをねやっていきたいと思います。はい、これはねもう僕の勝手な想像なのでね、はい、楽しく見ていただければなというふうに思っております。まあやっぱりこんなねもんは強ければ強いほどいいですからね。野球部はやっぱ強いです。僕も、野球部やってましたけれども、やっぱみんなね性欲は激しいものをね持っているので、野球部にね限らずね皆さん持っているものなのでね、恥ずかしがらず、さらけ出していければなというふうに思っております。まあまず1人目、不動の1番バッターということで、毎度毎度のねご登場ですが坂本選手でございます。見ればわかるんですよね、僕ぐらいのレベルになってくると、あこれは強いなと、まあ間違いない選出なのかなというふうに思っております。でまあ2番バッター、まあこちらがねもう合コンとかの記事がね非常にね、出ておる方なので、はい、これもね異論はないではないのかなというふうに思います。山田哲人選手ですね、まあ、用を取られるから、週刊誌に、はい、まあ悪いことじゃないんでね、はい、僕もプロ野球選手になってたら毎日合コンしてると思います。まあね強いて言えばね、アントニーさんがね斡旋してるということでね、よかったら僕もちょっとね入れていただければというふうに思います。まあ最後モンスター清田選手、今もうね対談されたんですけれども、やっぱりなんかすごいなって思いますね。すごいしか言えないですよね。もう多分もう頭の中ペニでいっぱいなんですよ。だって不倫でちょっとやらかして今外れてたのに、復帰初日でまた取られて、また別の女性、裏を書いたんでしょうけどね、取られないっていう、復帰初日に来るわけないっていう理性がね、まあ、ペニに打ち負かされたということで、まあ、非常にねいい選手だったので残念なんですけれども、まだまだ、頑張っていただければなというふうに思います。動画の方はね本日は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。